放送の世界を目指し第一歩を踏み出そうとしている皆さん、こんにちは。明治学院大学の法科大学院の教頭です。私たちのロースクールでは2つのこと、基礎学力の習得、そして実務化に不可欠な実務へ応用する力の習得、この2つを徹底的に身につけることを重視しています。また先生方は在学中から修了後まで親身にサポートしてくださいますから、先生方の存在をとても身近に感じる法科大学院です。今回は新司法試験に合格し放送の卵として歩み始めた本学の修了生の声を映像にまとめてみました。放送への道は高い志を持つところから始まります。先輩方の話を手がかりとして皆さんが今後の進路についてじっくりと考える機会にしてくだされば幸いです。私は、この学校、法科大学院に入学するときには、法律の知識はほとんどない状態で入学しましたので、学校の授業についている記憶が非常に不安でした。で、こちらの学校は、未就者を中心に集めていまして、未就であることを前提とした教育をしてくれるというふうに聞いていましたので、ここなら、私の未就であることを前提に一から、教育をしてくれるというふうに感じましたので、こちらの法科大学院に入学することを決めました。まず、最後まで諦めなかったことと、あとは毎日、地道に、コツコツ努力をしてきたこと、この2つだと思います。どうしても司法試験の勉強をしていると勉強が難しくて、の量も膨大なので、気分的に落ち込んでしまうとかやめてしまおうかなというようなことも多々あるんですけれども、やっぱり自分は受かりたいんだ、法律家になりたいんだという気持ちが強くあったので、そういう気持ちを持って、最後まで諦めずに頑張ったことと、そして毎日辛いことがあってもやる気がない時があっても毎日頑張ろうというふうな地道な努力の積み重ねが合格につながったんじゃないかと思います。この最後が現代的な説明義務と言われているインフォームドコンセントですね。患者側が最終的にはいかなる医療行為を受けるのかを決める決定権があるんだと。でその自己決定権を十分に患者が使うためには、十分な説明を受けてどういう選択肢があり、どういうメリットデメリットがあるかを患者側が知った上で選択しているかどうかと、こういうことになります。例えば283ページの下から3行目、乳がんでですね、当時としてはその未確率であったんですけれども、常にその療法が取られるというわけじゃなかったんですけれども、乳房温存療法というのがあったんですね。それから温存しないで全部取ってしまうというやり方もあったんですね。で、患者の健康その後の治癒という意味では成功したんですよ。ところが患者はですね、乳房温存方法という療法というのがあったならば、自分はそれを選択したかった、その説明を受けなかったために健康を害したという、そういう結果をもたらしたんじゃないんだけども、医師を説明義務違反で訴えて患者が勝ったと、こういうのがあります。ということですから、医療行為の結果の良し悪しを問題にしないで説明義務違反は問えるのだと、こういうところに特徴があります。あまり大きすぎる大学っていうのはちょっと支障になるなと思っていたんですけど、程よい大きさで、こちらの方の、インブリー館とかも拝見したりとかして、すごい雰囲気のいい大学だと思いましたので、こちらの方の大学に決めさせていただきます。思わないですね。はい、やはりなんか授業でその考える癖がつかないと、その法律のちゃんとしたところが分かっていないで、表面上答案の書き方に凝ってみたりですとか、そういう書き方だけを考えて、で試験に受かるためにはどう書いたらいいんだろうとか、そういうことしか考えずに、ちゃんと問題文の 深さをちゃんと分かることができていなかったと思います。一番の理由は、諦めなかったことだと思います。いろいろなんか、受けていて、で、不合格になったりとかしますと、そこの時点で諦めてしまう人も結構
いたんですけれども、それで諦めずに最後までとりあえずやり通してみようと考えることが一番重要だと思いました。大学も法学部だったので法律の授業を受けたこともあったんですけども、大学と法科大学院は全然人数も違いますので授業の雰囲気っていうのが全然違うので、あとは先生方が授業が終わった後も長時間質問を受けていただいたり、あとは直接研究室に伺って質問することもできましたので、勉強に向けて先生方との関係っていうのが大学に比べると全然緊密でした。先生に聞くのは法律の問題点の内容を聞くことが多かったと思います。それに対してTA の方は受験して合格して間もないので、その合格のための秘訣を聞くことができる、受験テクニックっていうものを教えていただけたと思います。この明治学院でその先生方との関係が緊密だったっていうことが決め手だったと思いますので、それは明学でなければ受からなかったんじゃないかなって思ってます。皆さん、この言葉聞いたことありますか？悪魔の代理人。法律家ってはね、ある意味で悪魔の代理人なんです。これは別に悪いことをしているやつを弁護している、そういった意味での話だけじゃなくて、これは裁判官でも誰でも法律に携わる者はですね、悪魔の代理人であることが求められる。どういった意味でそうなんだろう。これはまあ皆さんご存知のように、どんな悪いやつでも弁護してるじゃないかと、法律家はこういうことを世の中から言われます。人を何人も殺してこんな無慈悲なことをして、なんでこんな人間が弁護できるんだ。しかしなぜそういった事件で法律家は弁護をするんだろうと。あるいはそれは企業、悪辣な企業があります。公害を垂れ流してたり、あるいは、健康に被害を与えるのが明らかなような欠陥商品を売ってた、そういった企業をなぜ弁護するのか。そこは一つは、どんなものにもあくまでもどんなに悪いと言われた中にも法律の世界に一つが入り方の時には何らか言い分がある、泥棒にも三分の理で、それをちゃんと出さないことにはですね、本当の判断はできないというふうな面があります。この考え方は法律というのは何が正しいのかどうなのかというのとはちょっとやっぱ違うわけですね。でもう一つ、裁判官にもこの悪魔の代理人というのが必要だというのはどういうことか。それは相手の視点で、悪魔の視点で常に物事を考えないとより説得的な議論はできないということです。やっぱりその難しい試験だということなので、やっぱり勉強量だと思います。で、私はもう土日関係なく朝8時にはもう自習室に来て、で夜は何時までいたかは日によるんですけど、9時から11時ぐらいまではもう常に自習室に来るようにしてましたね。それ特にこのうちのロースクールはその自習室が空いてる時間が結構朝早くから夜遅くまで空いているので、そのもう自習室だけで全て勉強ができるっていうふうな環境になってたところが良かったんじゃないかなとも思います。結構その人数がまず少ないので、学生同士が結構仲が良くて、そういった中でもやっぱり法律を勉強しているので、討論室とかっていうので議論することもあるんですけど、そういったご飯を食べたりっていうその日常会話の中で、その普段の自分の勉強でのわからないようなところっていうのを友達と議論するようなことができたので、そういった中で自分の頭が整理されたりしていって理解が深まったんじゃないかなと思います。4人の先輩からのメッセージをご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。法曹への道は志あるすべての人に開かれています。本法科大学院では3年かけてじっくり学びたいという方のため最適のカリキュラムを用意しています。半分以上の先生方は実務家ですから、実務感覚もしっかりと身につきます。基礎から学びたいという学生の皆さん、
社会人の皆さん、本法科大学院の受験をぜひ考えてみてください。本法科大学院で学び、夢の実現に向かってぜひチャレンジしてください。